生ハガキは馬鬼社長の持ち金を半分、をこれはかなり減ったと思いますね、はい、減りました。だから早く誰かつけよ金沢に刀狩りカード、なんかカードすぐバレちゃうんで早めに使っておきます、はい、豊臣秀吉は1588年に刀狩りを行って勢力を固めたそうです。ここは一つ秀吉を狙って他の社長さんがカードを募集しましょう。会社経営をする上でカードを今は刀にしてほしいですからね。いただくってことはもらえるってことかな。もらえるってことですね、はい、さあ誰がいいと思います。誰でもいいと思います。いやいや、お前はダメだろ。嫌じゃないの。僕は嫌です。嫌じゃない。あ、でも一番もカードを持ってそうなのは R35 なんです。10、まあ、1位誰だっけ今。マオニかガキじゃないマオニじゃない。マオニって言ってるんだ。じゃあこの2つもらいました。はい、アラサンジ場所は13マス急降下。はい、とりあえず使ってください。はい、あ、まだつけないね、13だからね。何でこういうなんで何が良かったんでしょう逆に。まあ、とりあえず近づこう、近づこう、とりあえず、ね、じゃあここでカード売り場に持っていけばお好きなカードと1枚無料で交換できますぞ。大切に使いましょう。はい、さあ、今度こそ当てろよ、お前、本当に。なんでやろ。え？ああ、よかった、無念な。さすがに前だよ、お前。懸命ぐらいは。あ。じゃあ何か買います。急行カードか。急行カード安いね、意外と400万で買える、うん、めっちゃ買うから来ちゃっちゃう。宝くじカード、その便利系も宝くじカードとかいっぱい欲しいな。はい、5月いきます。5月ですね。生ハゲの特急カード使う。はい、馬鬼持ち金半分。おー、でもだいぶ馬鬼減ってきたんじゃないですか。そうですね、減ってきた。まあまあ、俺もやっぱ近いからやっぱカード近づきます。はい、もうちょっとこう、え、お前貧乏神ついてる、お前。あ、そうだそうだ。なんで、でもこれ貧乏神なの。じゃあもういい加減覚えたらいい。貧乏神いつの間にか、なんか、うん、いつの間にか。ああ、もしかしてカード見れなくなっちゃうかもしれないから早めにカードを使えた方がいい、うん、使えぴったりカード。あー、そのぴったりではなかったな。あ、そっか。うん、1回転カード売りは持っていくと、うん、どうです、素晴らしいカード。そうか、ぴったり出す、ぴったりあの目を出すカードではないね。ね、はい、じゃあサイコロです。なんで当たったよ。遠ざかっちゃいけないの。でも、もうじゃあもう赤で、赤で、違う。あー、やっぱ貧乏神は追いかけてきてるだけか。
あ、いやいや、まあ、いいじゃん、いい。ボンビーもいるけど、天使もいるからね。うん。うん、あ、いや、持ち金、あ、そうだ。持ち金取られた。あ、見てた。見てた。持ち金5000万になってまで3000万。まあ、はい。やばい、貧乏神と天使がお前両方取り付いてる。あ、そういうパターン。あ、これ、ピッタリ出すの難しいですよね。本当、いつになったら、そうだよね。つくんだろう。さあ、生ハゲンは消えました。はい、出すことが重要なんだな、もう来たら。あー、惜しい。来た。あ、来てないか。惜しい。自分と同じところです。もう1だからな、あとはもう1出せばいいだけだからな。はいはいはい、1出せばいいだけだな。はい、なぜ運だからな。しかもサイコロは運だから。なんで6なの？まあ、カード売り場行こう、カード売り場。うん、すす。何カードが欲しい？え？こんな高いの？なんでだろう？なんでだろうね。機械券。あ、じゃあ機械券カードだ。さあ、どれと交換する？どれでもいいのかな？いや、3億円っていうのは何なの？ 3 億円払わなきゃいけないわけじゃなくて。多分、3億円払わなくていいんじゃないかな。じゃあ、高いやつの方が有利なのかも。わからん。テレポート。他の社長さんのそばまで、指定うんちカード。うんちを好きなボットここに落とせる。特急収入かな、やっぱ。そうですね。いいね。まあ、金を稼いどいた方がいい。あれ、いつの間にか。役立った。俺に取り付いたかも。そしたら。そうか、同じマスに行ったから。まあ、俺はいいよ。お前が勝ってくれればいいよ。とりあえず、どっちか1位になりたい。他の社長がさ、金沢に行きそうにないから、もうあと出すだけなんだよ。はい。それだけで。まあ、俺が出したらもう、それはそれで。はい。はい、このカードを使うと青の息の赤の息が全て黄色の息になる。で、使ったら、サイコロ。ああ、はい。ちょっと丸ボタンで止めればお金が出ない。まあまあ、これは後で使うとして。出す。なんでか嘘だろ。なんでヒットは出て僕は出ないの。でもお前は特殊収入だから多分どこ出てもあっという間に、あっという間に出たできる。よし、何でさ、まあでもお前に貧乏感使わない。あーどう、運なんだな。あ、赤に取り付いてる。はい、はい、まああとはカードゲームになるかな。まあお前は特許収入があるから一気にちょっと大きな目指してもいいと思う。奇襲で。ちょっと待って。まずは移動から始めるか。便利系で、他の誰かとぴったり重なることができる。どうします？一等中のさ、持ち金の多い人より多く。本当に？これ本当の話？これすごいな。
現在一番元気を持ってる人は R35 社長。そうなんだ。なるほどですぞ。はい。わかんなかったんだよ。なんで、そういうの確認しろよ。エンジェルカード、あ、素晴らしいカードは。このカードですか、素晴らしいカード。ただね、サイコロ振れないと。タラレバカード。ぴったりだ。これ使えば。よかったかもね。持ってんの知らん。覚えておけよ。だって、まあ、まずぴったりカードで、他人に近づこう。一番ちょっと近い。マップ見れねえのか。見れないよ。じゃあ、ガキ社長、はい。使えばよかった。まず四国か九州に行けば沖縄近いよ。違うかな。あんまり近く言わなかった。45マスもあるし。体験カード。やばい、やばいんだよね、これ。ああ、カードをもらえるやつか。やっぱ、運に味方してない。味方しないと勝てないからね。そうだ、俺、2億もらったんだけど、ここでいっぱい使っちゃってるもん、まとめ買いしたから。そういうことだね。はい、8月。俺はちょっともう沖縄諦めるかな。じゃあマイペースでいきます。福井でも買い物しよう。お、でも馬鬼にもしかしたら飛行機使うな、うんうん、じゃあお前はもう特急シール使っちゃっていいのかな。特急シール OK、どんどん行け。まだ天使いるよ、すごいな。何こういう時に10万そんな行かねえな。岡山、岡山行こう。岡山で、とりあえず買おう、なんか。まとめ買い。うん、よし。あー、飛びちゃった。天使いなくなった、痛え。これは痛い。再開カードって何回も使えるの、これ。いや、2枚あったのか、こいつ。ガキ社長。カードやばいな、いっぱい。あ、絶好調になっちゃった。これ誰が勝つかマジで分かんないもんね。そうですね。いい勝負。ああ、カードいっぱいもらうね。飛ばしカード。なんか、これもいいカードだった記憶が。救護カード使われた。宇和島。宇和島か。行こう。特急シールドランド。出てきて。いいか。まあ、進みましょう。下関まで行くか、青か、どっちがいい。青。12マス。絶好調のガキ強いな。いっぱいもらえるな、カード。さあ、私は、10月。たこ焼き、明石たこ焼き屋。うわぁ、いいね。ガキ社長やばいな。
イエローカードです。デッキ黄色ばっかりになります、はい、じゃあサイコロ振る。僕そこ港行ったってしょうがねえしな。かな。ダジャレカード。ダジャレカード。いや誰が勝つんだこれは。復帰し、まあ一気にいけ。ふっ、いいんじゃない、いいんじゃない。鹿児島あたりまで行こう。もう鹿児島、どっちが沖縄に行けるルートとしては どうなんの。鹿児島は無理なんだ。あ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、下下どんどん。沖縄に行く方法、そこでしょ。やっぱりここじゃん。そうだね、そこそこ、あの青マスだな。はい、さあ頑張って。お前にかかってんだこれ、ほんと。お前がちゃんと止まることに。でもちゃんと止まんなきゃいけない。一緒に眠って、うん、止まっちゃうの。うん、うわこれは痛い。じゃあ俺ら動けないってこと。11月。てくれよ。まあボンビー取り付いてんのは今魔王にだからな。うわーやばい、絶好調に抜かれるかもしれない。ちょっと待って、何ヶ月これ、何ヶ月冬眠なのこれ。うわぁ、なんでガチしちゃったばっかり。やばい、これはやばいな。やばい。うわぁ、来るぞ。宝くじ。あぁ、当たらず。ちょっと待って、やばいぞ、これ。春までダメだな、あと2ヶ月。すごいな。タイミングで使ったな。あ、絶好調終わった。うわぁ、やばい。やばい。やばい、行かれっぞ、これ。あと、もう1ヶ月ダメだな。うん。で、私ダメ。うまおにはどんどん貧乏神の。で、あれ、やばくなった。あ、はい、いける、いける、いける。さあ。いいの？あと何マス？あー、なんか使っちゃった。なんで使っちゃうんだよ、お前見とけよ。もう使っちゃった。まあいいんでしょう、近く行った方が。うん、いいんじゃない。4マスだよ。なんで？いいじゃん。だから4も、もっと近い方がいいでしょ。もっと近い方がいいけど、あ、それか。違う、沖縄に近い方がいいでしょ。沖縄に近い方がいいんだ。これだ。そこや、うん。次が勝負だね。新幹線カード。次が勝負だね、マジで。多分まだつかない楽器は。さあ、でも来てるぞ、こっち来てるぞ。楽器との勝負だね、沖縄は。楽器との勝負。うん、これは冬眠早く解けない。
溶けてない。3月は溶けるだろ。さあダジャレで他の車中さんの方をいっぱいしてこっちはプレイできるし、あまあごめん使っていいですか。いいですか、はい、みんな一回休み。冬眠カードのまあちょっとレベル低い、レベル低い。マジか。まあでもお前のためにちょっと。はい、でお前は笑いすぎて。さあ決算。あと1年だよ。あと1年ある。あと1年。うん。もしこれで終わりだったら、ちょっと笑い事じゃない。はい、現在順位。ガキが1位か。まあただあくまで収益額なので総合は分かんないよまだ。さあどうでしょう。お、俺1位なの。そう違う、コースさん俺1位です。はい、な俺ど何色だろう。青か。俺黄色。さあ最後の1年これどうなる。俺1位できるかな。いよいよ最後の年ですよ。さあ、ここで重要。はい。1位がビット。2位がアルサンチ、うんうん。いいじゃない。お前が沖縄にちゃんとつけば、1位いけるかもしれない。ちゃんとつかなきゃいけないんだよな。お前の目的進行はつかないんだよ。よかった。さあ馬鬼八幡浜港。やっぱり貧乏神がつくのかつかないかがやっぱり重要だな、うん、さあ頑張って。ぴったり当てるなんかいいカードないの。あと 3マスだって。え、ちょっと待って、ちょっと待って、何マスかちょっともう一回見て、ちょっとマップ見て。今地域マップ、地域マップ。1、2、3、3だ。はい、サラレバカード。あ、そうだね、はい、うん、できることならやり直してみたいですね。サラレバカードをサイコロ振って出目が気に入らなければ、うん、もう一度やり直せます。はい、頑張ってください。2回チャンスあるよ。いかがですか、サイコロを振り直しますか。振り直します。はい。じゃあもう一回お願いします。出せ。あ、やった。おお、よし来た。よくやった。やったー。使ってよかった。よくやった。一発逆転あんじゃねえか、お前。やったー。はい、サラレバカードのおかげだね。だね。はい、2億3000万、3億になりました。今回貧乏神が取り付いたのは、これは逆転あるぞ。これは逆転あるぞ。マジで。はい。今の敵地は北方。ああ、福島だ。うん。ということで。何？何？なんで？シーサー。シーサーが現れた。シーサーさ、シー、みんなが苦手。R35 社長さんにカードを上げ続ける。いいか、いいやつだ。そうだ。悪魔ではない。悪魔の方じゃない。まあ、とりあえずまとめ買い。うん。いや、よかったわ。ん？なんだ、次元爆弾カード。え？俺、あ！なんで？嫌味、これ。これやばいじゃん。金が全部なくなるとか。なんで俺にするの？ 1 位だから。1
1位だからさ。